土に潜っているアフリカウシガエルさん。大きな鳥さんを与えます。体長がほぼ同じくらいの大きさです。それでもアフウシさんは3羽くらい食べてしまいます。ものすごく警戒しています。勢いが良すぎました。ごめんね。これは食べませんね。こういう時は強制給餌しかありません。まずは飼い主の指を噛ませます。その隙に鳥さんを入れ込みます。失敗したのでもう一度。今度はうまくいきました。吐き出さないよう少しお手伝いします。そのまま2羽目を用意します。このように口を開けた隙に2羽目を入れ込みます。チェーンフィーディングです。実は飼い主の私が名付けの親です。頑張って飲み込んでいます。少しかわいそうですが、食べないと死んでしまいますからね。さらに3羽目を用意します。いい感じです。うまく加えてくれました。頑張れ、その調子だ。応援する声に力が入ります。飼い主の手がしびれてきました。餌やりは長期戦になることが多いので、普段から筋トレが欠かせません。カエル飼育を考えている方はそのあたりもご注意ください。カメラ目線になってくれました。ファンサービスも怠りません。手の感覚がなくなってきたので、そろそろ下ろしましょう。飲み込んでくれるかな？これは飲み込みませんね。やっぱり手のひらじゃないとダメなようです。
ほらね、手のひらに乗った途端、頑張ってくれます。いいぞ、もう少しだ。しっかり飲み込みましたね。よくこの体に鳥さんが3羽も入りますね。巨大化する特殊な遺伝子を持つアフリカウシガエルさん、噛まれると代償が大きいです。飼い主も頑張るから、どんどん大きくなってね。